ジャハオチョヌミダテン国家ウジンです。はいはいはい、始まりました。超ド初心初心超ド初心者向けテン国講座ね。もうある程度やってる人はもうこれ飛ばしてください。はいはい、ということでね、揃える道具、何最初にはね、どんな道具を揃えたらいいかっていうと、もうね、数はそんなないです。もうそんなないです。何点かな。まずね、印材ね。うん、印材。石。うん、これがないと、まず掘ることができないからね。これ、印材ね。印材おすすめは、静電石。青い田んぼの石。で、これを掘る道具は何かというと、印刀。印の刀と書くね。印刀っていう、こういうもの。この二つがあれば、まあ、とりあえず掘ることができる。ところがね、やっぱりね、この最初ね、印を押すときに、平らにしないと、綺麗に出ないわけよ。最初ね、買ったときね、印材結構、綺麗めに見えるんで、平らに見えるんだけれども、これね、切りっぱなしだったり、あといろんな蝋が塗ってあったりね、保護のために蜜蝋が塗ってあったりするので、それをね、研いであげて、綺麗に平らにしてあげる。まあ、この作業をするのに必要なのが耐水ペーパー。耐水ペーパーね、こういう紙やすりみたいな。この耐水ペーパーって何かっていうと、水をつけて洗うことができる。うん、だからこれはね、結構便利な、印材を吸ってると粉が詰まりますから、それがね、洗うと流してまた何遍も使えるっていうやつね。で、おすすめなのが、2枚買ってください。1枚は150番前後、粗いやつね。で、もう一個は、500番前後。この二つでいいです。150番と、500番。で、番号がね、若くなると、100番とか90番とか、だんだん数が少なくなってくると、粗くなります。目が粗くなる。で、数字が、大きくなるとね、1000番とか2000番とかなると、非常に目が細かくなるので、ツルツルになります。で、最初のうちはね、やっぱり印面を整えるときはツルツルにしたくなるから、ちょっと細かい目でツルツルにしようと思うんだけれども、なんで500番ぐらいのちょっと粗めの印材、耐水ペーパーでいいかというと、この耐水ペーパーで研いだときに、あまりにもツルツルにしちゃうときね、印面がね、綺麗になりすぎちゃうわけ。ツルツルになりすぎると、押したときに、印でって朱肉をつけてこう、やったときツルンって滑っちゃうから、ちょっと少し粗めの方がいい。で、だからそれは150番と500番にこだわらなくてもいいですよ。180番とか600番とかでもいいんだけど、僕がおすすめするのは150番と、500番っていう、この2つをおすすめするのね。で、もうこんな耐水ペーパーなんかね、ホームセンターとか、金物屋に行けばだいたい100円とか200円とかで1枚買えますから、で、こんだけ大きいのがだいたいどんぐらい ?A4 番ぐらいあるかね。このぐらいあればもうね、かなり使える。で、最初にね、粗いのでまずザザザと吸って、それでちょっと目の細かい500番で、整えるっていう感じになるけど、このね、まあ、簡単に言うけれどね、このするのは意外に難しい。難しいから、これもまた動画で、印面の整え方っていうのは、丁寧にやります。ですので、それを楽しみにしててください。で、必要なのがこの印材と、印刀と、耐水ペーパー。で、あとは必要なのは、印を押す朱肉ね。朱肉。まあ、天国ではよく使うのはこの印泥という。練りのやつね。ちょっと汚いけど。だいたいこれが2000円とか3000円とかで買える。まあ、ピンキリだけど、ね、安いのから高いのまであるけど、あんまり安いのは買わない方がいい。で、この練り方はね、また動画上げてますんで、そちらの方も見ていただければと思います。で、印泥ってね、書道をやるとか、日本画やるとか、そういう場合はね、この印泥が必要。なぜかというと、これね、油で練ってるから、色が、汗にくいんですよ。で、汗にくいし、あとは、なんていうのかね、水をかけても消えない。油だからね。ひまし油で作られてるんで。で、どういうことかっていうと、書道なんかやってる時に裏打ちっていうのやるんですよね。書道を書いたらさ、ベラベラになるじゃん、紙が。そのまんま掛け軸にしたらかっこ悪いでしょ。だからそうした時にどうするかっていうと、水をかけてまず伸ばして裏に取り残っていう紙を貼ってピンと伸ばすわけ。その時にこの印泥を使ってないと、普通のスタンプ台なんかを使ってしまうと、水をかけた時に朱肉が消えちゃうのね。普通のスタンプ台だとね。だから、あと滲んじゃったりするから、だからこの印泥を使った方がいい。だけど、例えば遊びで掘る場合ね、絵を彫りますとか、はがきに押しますとか、そういう場合だったらいろんな可愛いスタンプ台がさ、ほら、ゴム印なんか作るときとかのね、こういう感じの、こういう
スタンプでいろんな色があったりするから、こういうのでも代用できるし、押せれば要はいいわけですよ。書道で使うんでなければね、うん、あのハガキなんかで遊びでいろんな色がいるから、それで遊ぶこともできます。はい、だからもっと言ったら、ほら銀行の書類なんかに押す普通の朱肉でも全然大丈夫ということで、必要なものは、印材、印刀、耐水ペーパー、あとは朱肉とね、この4点があればもう大体いいことは足ります。でその他にはいろんなね道具があります、篆刻にもね、例えばあのこのまま手で持って、こう僕なんかはこの手で持ってやっちゃうんだけれども、この印章って言ってね、あの印のとこと書いて、これで台、これを挟んで、これに押されて固定してやる、これも使ってもいいし、ただこれはまあ手で持ってやりにくいなと思ったら買ってくださいっていうだけで、もう絶対ではない、絶対必要なのが印材、印刀、耐水ペーパー、朱肉と、この4点でございます。はい、ですのでこれさえ揃えばもう今すぐ始められます。それでどんなのを買ったらいいかっていうこと、耐水ペーパーは150番と、500番を買ってください。で印刀なんだけれども、印刀はねあまりにも細すぎない、大きすぎないっていうサイズがいいのね。でおすすめ、最初のおすすめは5ミリ幅ぐらい、この幅が5ミリぐらい、5ミリぐらいであればだいたい大きいのも小さいのも対応できます。でやってるうちにだんだんちっちゃいのがいいなとか、もっと大きいのがいいなっていうの好みは出てくる。でやっぱり大きいのの方が迫力は出る、ただ粗くなるみたいなね。で大きい印刀ってね、このなんて言ったらいいのかな、この結局この使うのは穂先のこの先っぽだけ、角だけだから、大きい印刀でも小さい細かいのは作ることができる、彫ることができる、細かい作業もこの切っ先だけ使えばできるんだけれども、最初はねやっぱり大きいのだと手にも余るし、使いにくい。だからおすすめ、最初のおすすめは5ミリ幅を選んでください。で印泥ね、もし印泥を買う場合、朱肉を買う場合、いろんな色があります。なので、これは好みなんだけれども、このね印泥がねまたねいいのがあんまりない、いいのがあんまりないんです。それで高い印泥を買えばいいだろうと思ってね、1万とか高いのを出してもね、それがいいとは限らないんだな。これが難しいところでね、もうできた時期とか誰が作ったかによってね、もう品質がかなり左右される。天候が泣いておりますよ、いい印泥がなくてね。で古いのは良かったけど、それがもう今ここ最近じゃね、なかなかそういうのがないから、だからまあ3000円かな、3000円ぐらい出せばまあまあいいのが買えます。それでそのままね、練って使うから、その練り方なんかはこれは動画が上がってるので、そちらの方も参考にしていただければと思います。はい、ということでね、道具はねそんなにね最初から高いのを買うことはあんまりおすすめしません。印刀なんかでもね、僕なんか使ってるのは2万とか3万ね、特注で作ってるから、するんだけれども、最初はね、300円のでもいいし、まあ、せいぜい1000円ぐらいでも十分使える。で、どれが手に馴染むっていうのはね、やってかないとわからない。四角い角の立った印刀が好きな人もいれば、僕は丸い方が好きだね。平べったいのが好きっていう人もいるし、いろいろいる。だからこれもおいおいね、だあんまり最初にいいの買っちゃ、高いの買っちゃって、それ高いのがねすごい使いにくかったりするわけよ。まあこれは好みの問題だからね。例えばで言うと、こういうね、なんていう打ちっぱなしのさ、かっこいいじゃない。なんか見えるかな、見えるかな、ちょっとね、こんな感じでさ、打ちっぱなし、武骨な感じでかっこいいんで、だけど最初はねやっぱりね、使いにくいと思うの、こういうのはね。だからこのぐらいだね、この5ミリの幅で、こっちがね500円とかそんぐらいの安い印刀なんだけれども、これでも十分いけます、十分いけるので、最初はちょっと手慣らしのためね、もう経験者なら別にこんな動画見てないだろうからあれだろうけど、最初わかんないから、もうとりあえず安いのでやってみる。で使いにくい、持ちにくいっていうのがまずわかんないんだよね。持ちにくいけれど、なんかこういうもんだと思ってしまう部分があるから、これは持ち
手持ちのここの部分ね、の加工の仕方とかも、おいおいやってきます。で、その、できればね、書道用品店に行って、自分の手に合う印刀を買うのが一番いいです。一番いいけれども、そうそう印刀が売ってるお店がそばにないという方が大半だと思う。ね、都会に住んでる方はいいけどね、ちょっと街から離れてるよって、うちもそうなんだけど、それを買いに行くの結構大変なんだよね。うん、そんなにポピュラーな、道具じゃないから、だからなかなか売ってません。なので、印刀は、できれば手で選びて、なんていうの、自分で触って、買ったのが一番いいです。ただなかなか難しいので、とりあえず買ってみましょうと。それでね、今の主流っていうのは、この印刀に関してはね、今の主流、天国の印刀ね、この主流はね、この平らなの上が、こう、それで両刃って言って、大きいので見ようか。こういう風にしてね、刃が、こう、三角形に、こう、刃がね、てっぺんに向かってこうなってる。これがね、主流。で、中にはね、片刃って言って片っぽの刃、もしくはあとこの横が、こう、平らじゃなくて、ちょっと待ってね。こう、平らじゃなくて、ちょっと斜めになってる。こう、こういう風にね。斜めに刃が入ってるやつもあります。で、これは、どれがいいっていうのは一概には言えません。なので、こういう風に斜めになってるのがダメということじゃないし、平らになってるのがいいということではないんだけれども、今、天国家が主流で使ってるのはこのてっぺんが平らで両刃っていうのね、こういう感じので、作風によっては片刃って言ってね、この刃がこう真ん中についてんじゃなくてこう斜めに入ってる、それもの方が好む人はそれでやったらいいと思うんだけれども、最初はオーソドックスにいろんなほらね、天国の動画なんか上がってるけれども、それと同じ風に練習するんであれば、最初はこの平らな。で、それでだんだん、慣れてきたりしてね、もうちょっと変化をつけたいとか、これじゃなくてもっと、なんか違う作風を作りたいという時は、探してもいいけど、僕はほとんどこういう斜めになってるものとか、片刃とかは使わないです。はい。そんな感じですね。はいはい。ということで、道具はもう一回おさらいすると、印刀、刀。石を刻む刀、それと耐水ペーパー150番、500番、この2枚、それと、手肉ね、これは何でもいいです。書道以外だったらスタンプ台でも何でもいいです。これは家にある普通の赤いのを使ってください。で、もう一つ最後一番大事なのが印材。印材は静電石がいいかな。青い田んぼの石、バリン石とかいろいろあるけれども、一番安定してて、刻みやすいっていうのはやっぱりこの緑っぽいね、この静電石、青い田んぼの石、これをおすすめします。ということです。で、以上です。北鎌倉のね、天国専門店、天助からお送りしました、天国家、宇人です。以上です。ではまた次の動画で、バイバイ。